靴があるから人々は自分の足で立ち歩くことができる。靴の町神戸長田、ここには全国からある靴を求めて人々が集うお店がある。2歳半の時に左半身麻痺です。自分の足で歩きたい、この思いに応えるのが靴職人の西田洋次、64歳。靴のここにちょっと強度を増して、足がこう倒れないような、そういう工夫をしたようなこれ靴なんですよね。捻挫とかしょっちゅうしてたんですけど、この靴に変えてからはないです。この靴に出会えてよかったなって。靴職人としての西田の転機は27年前の阪神淡路大震災。周囲の人々に支えられて何とか乗り越えることができた。長田に助けられたのがありますよね。その分また一生助けようかみたいな。足の悩みを靴を通じて救いたい。震災を乗り越えた長田の靴職人が一足に込める思いを覗き見、覗き見。靴専門の商業施設シューズプラザ、その一角に西田のアトリエがある。このスプーンのがなかなかいい。要はそういうとおかしいけど、アイロンを当てるみたいな、そんなちょっと似合うんですよね。この道45年、客の要望を聞いて一から作るオーダーメイドスタイルで1000足以上の靴を作ってきた。はい、こんにちは。神戸市内に住む男性客、2年前からこの店に通っている。糖尿病の合併症により左足の指を切断、右足は骨が大きく変形し既製品の靴が履けなくなってしまった。変形した骨と靴が擦れると足の裏に傷ができて感染症を引き起こす。靴による足への負担をできるだけ軽くしたい。病院の総務士さんにお願いして靴を作ってもらって歩いたりしてたんですけど、全然合わなくて、もう痛くて歩けないと。今回は普段着のジャージに合わせて履く白のスニーカーを注文した。左右それぞれの大きさに合わせてサイズを調整し、足の裏の傷ができやすい箇所にはインソールに穴を開けた。靴との圧迫を軽減するための一工夫だ。いいですね。いい感じですか。はい。新しい靴の履き心地はどうかしら。全然問題ないですね。ね。そこがちょっと熱いんかな。ちょっと熱いです。ね。クッション性効かすように。はいはい、そうですよね。すごい歩きやすくなりましたね。やっと靴らしい靴できたわと思って、もう靴が合わへんから歩きたくないというのがあったんですけど、まあ靴ができて気兼ねなく歩けるっていうのは一番ですね。非常に良かったです。ありがとうございます。いやいやいや、これ仕事なんで。人それぞれの要望に合わせて作る靴は平均13万円と決して安くはない。それでも足に悩みを抱える靴難民が西田を頼って全国から訪れる。靴脱いでもらいまして、自分の足に合うパンプスを作ってほしいと奈良県から訪れた女性客。普段履きじゃないです。
足が薄いから前にかかとがスカスカして、22.5 履いてもスカスカするんですよ。何回も何回も失敗してて、私の足に靴が合わせてくれたら、今まで靴が偉そうにね、私が足靴に足合わせてたから、やっぱりちょっと細いですね。西田には客からの依頼を受けるときに大切にしていることがある。やっぱりここに来てくれたお客さんに対してどんだけその人の身になって考えるか、だいたい1時間程度やっぱりお客さんの話を聞くんですよ。もうほとんどお客さんぼやさんのぼやきやけどでなんとなくスーッとして、お客さん自身は、僕自身はストレスたまるんだけど、まあまあそれはそれでいいかと思って、靴でね、どんだけ辛い人生を送ってきたか、お客さんが納得するまで喋っていって、こういう靴作りましょう言うてね、やって、でそれがフィットすればするほどお客さんの人生が変わってきますよね。もともと西田はデザイン性の高い女性用の靴を専門にしていた。そこに偶然訪れたのがリウマチを患った女性。足が変形しており、市販の靴が履けないと打ち明けられた。本心はなんで俺と来たみたいな帰ってくれへんかな、それはちょっとこうなんて思ってたんやけどね、まあ、やっぱやってみようかみたいな感じ。いざやってみるとめちゃくちゃおるやんみたいな話になったんで、まあ次ぐらいもあるなと思いますよね、うん、ご無沙汰してます。はい、どうもなんかすごい時に電話かけちゃったみたい。じゃあ、タイミングです。この日お店を訪れたのは常連客の中村さん。愛知県から片道3時間かけてやってきた。紐でもよかったかな。新幹線乗っちゃえばすぐだから、うん、旅行も兼ねてみたいな感じで。あの市はもう旅行です。え、私はついでです。ここに来るの、まあ、目的なんだけど、うん、1泊でいいのに2泊3泊して遊んで帰りました。右で立って。中村さんは生まれつき股関節が悪く、左足が右足より3センチほど短い。腫れるしむくむしみたいな感じで。3センチで高さ合わせようと思ったら、左の悪い方の足だけつま先立ちみたいな感じになるから、やっぱり負担はかなり大きい。普通の靴履いてたんじゃ歩けない。左に重心かけた時に倒れちゃいますもん。今回どうされるんですか。あのね、ショートブーツが欲しい。色はどうされます。色は黒で。そのまま上がってください。はい、よいしょ。西田に靴を依頼するのは今回で4足目。今ではどこへ行くにも西田の靴が欠かせない。この靴履いちゃうと自分の足にも合ってるし、高さも合ってるしで疲れない。本当に靴は大事だなと思いますよ、うん、何でもない人にはたかが靴なんだろうけども、うん、本当にいい人と知り合えたなみたいな感じで。ありがとうございます。よろしくです。どうもお疲れ様です。あ、杖忘れた。松葉杖忘れた。なんてこった。この靴履くと松葉杖なくても歩けちゃうもんで忘れました。依頼を受けるとまずは靴型作りから始める。土台となる型に1枚ずつ革を貼っていき、その人の足の形に近づけていく。もうこれがメインやね。これによって合う合わんが決まってくるから、これが肝心。これができたら靴作れるみたいな。中村さんの靴型がこちら。かかとからつま先の長さは左の方が少し短い。革を薄く重ねて甲の部分に高さを加えた。
どんなブーツが出来上がるのか楽しみね。靴職人だった父親の影響を受け、18歳で靴の世界に飛び込んだ西田。一人前の職人になるべく永田の会社を渡り歩き修行を重ねた。しかし27年前の1月17日、永田を激震が襲った。靴の町のにぎわいが一瞬にして奪われた。今もこれ全部マンションになってますけど、全部昔の古い町工場いうか工場いうか、そういう感じのとこですよね。で、地震でほぼ潰れたと。ここは今普通に撮ってますけど、もっと通れないんですよ。あの家とかが潰れて、ここ避けながらこう通っていったのを覚えてますよね。で、私はあの避難して路上で生活してましたから。震災が靴産業に与えた打撃はあまりにも大きいものだった。組合に加盟するおよそ8割の企業が壊滅的被害を受け、被害総額は3000億円に及んだ。多分この靴業界もう終わったなと思って、生活せなダメなんでいろんなことやろうかって思ったけど、やっぱりこれが今何十年やってるんで、他にすることも特にないしできないし。その後独立を決意し、2000年に自身の工房を構える。ここからオーダーメイドの靴作りが始まった。いや、かわいらしい。綺麗ですね。世界に一つの靴です。来ました、来ました。本人登場です。西田の靴作りを陰で支えているのは、昔からの永田の職人仲間たちだ。左右。普段はメーカー向けに靴の中底を量産している会社だが、一点物ばかりの西田の依頼を二つ返事で引き受けた。他にも縫製や裁断など多くの職人が手を差し伸べてくれた。30年ぐらい前からの西田さんの付き合いの中で、独立してそういう手作業の靴を作りたいということで、それだったらやりますよという形でさせてもらったんですけど、僕は全くペーペーの時から逆に教えてもらってたんで、それの付き合いを大事にさせてもらってます今でも、はい。500足1000足単位の仕事しかしないところなんで、これを急ぎ雇ってくれというのはまず無理なんですよね。まあそれ皆さんいいこと聞いてくれるんですよ、嫌がらんと。永田に助けられてるのがありますよね。それもまた一生助けようかみたいな、うん、人々の支えのおかげで震災を乗り越えてきた。世界に一つだけの西田の靴には永田の職人たちの思いも込められている。こんにちは。どうもいらっしゃいませ。注文からおよそ2ヶ月、中村さんの靴が完成した。あ、はい、こんな感じで仕上がっております。だいぶだいぶ短くなってます。一見シンプルなブーツだが、3センチ短い左足にはインソールに高さを加えて足りない分を補った。外からは左右の差がわからないシークレットブーツになっている。大丈夫です。ほぼ前の機械で使ってますから、ブーツの履き心地はいかが？バッチリです。
希望通りで、靴の調子が悪いとかこんな靴が欲しいとかって、また散々困らせながら言いたい放題で靴作ってもらうんじゃないかと思いますけど、でまた何度も作るって言うてしまうんだよねなんか知らんけど靴職人の道を歩んで45年、客からのある言葉が西田の背中を押してくれる。あんたに会えてよかったなって、もうこれしかないですよね。世の中のゴロケ回ってやっとあんたにたどり着いたわとか、これ結構おるんですよ。それなんかめっちゃちょっとこう頑張ろうかいう気持ち出てくるんでそのことが一番大好きです